高等学校野球連盟大会副会長池田勝が大会を宣言いたします。
まずはその大会の開催のように全面的にご理解ご協力賜りました佐賀県の関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。またこちら佐賀市唐津市を中心に昨年1月には大きな豪雨災害が発生いたしました。まだ山間部の状況では復旧作業もなかなか伺っておりますと被害に遭われた皆様に心からお見舞い申し上げますとともに一日も早い復旧をお祈りいたします。さて各県の予選を勝ち抜きこの大会に出場を果たしたガイドコの皆様ご出場おめでとうございます。皆さんは激戦を勝ち抜いたという誇りと自信を胸に今この開会式に臨んでいることと思います。ぜひ各県の強豪校との対戦をまた経験を積んでそれがひいては各県全体のレベルアップにつながるよう期待をしております。また先の選抜大会に出場した推薦校4校の皆さん全国大会での強豪校との対戦非常に我々も誇りに思っております。接戦を演じていただきました一野球ファンとしての皆さんをとても、頼もしく思っているところでございます。ぜひ全国大会を経験されたそういう深い自覚を持っていただいて今日から始まりますこの大会をリードしていただければと期待をしております。そして16校すべての皆さんを各県の高校球児が皆目標にしてこれから夏の大会に向かってまいります。ぜひ目標とされるにふさわしい高校球児としてプレー面以外でも自覚を持っていただき支えていただいている皆さんへの感謝の気持ちや相手への敬意そして仲間への思いやりを忘れることなくこの大会で得た経験を野球だけでなく人生の大きな経験としてそして一生語り合える思い出となるようなそういう大会となるよう心からお祈りいたします。最後になりますが今大会をご講演いただきました朝日新聞社様佐賀県教育委員会様並びに佐賀市教育委員会様そして大会の胸にご協力いただきます佐賀県を中心とした九州各県の審判協会の審判員の皆様球場職員の皆様最後に連日スタンドからご声援をいただきます選手のご家族と大学高校野球ファンの皆様に心から感謝を申し上げ大会会長の挨拶をいたします。皆さん頑張ってください。皆さん、おはようございます。先週皆さん、この九州大会の大会式の舞台に置かれていることをおめでとうございます。夏を控えたこの時期に、九州、沖縄の出力校が集い、真剣勝負を繰り広げるこの大会は、皆さんが昨年の秋から進めてきたチーム作りがどのぐらい進んだか、冬の間の練習の成果がどれほど実ったか、そうしたことを確かめる格好の機会になると思います。もちろんこの大会は、この中の夏の各県の大会や甲子園に直結するものではありません。しかし、多くの先輩方がこの大会での経験に自信を深め、あるいはこの経験での、この大会での反省を糧に、夏に大輪を咲かせてきました。皆さんも夏を見据えてさらなる高みを目指しフェアかつ真剣なプレーをこの大会で繰り広げられることを期待しています。各県の高校野球連盟の皆さん審判員の皆さん医療関係者の皆さん
全ての大会関係者の皆さん、期間中いろいろご苦労も多いかと思いますが、選手が全力でプレーすることができるよう支えてあげてください。選手皆さんの真剣なプレーと皆さんのご協力が相まって素晴らしい大会になることを記念して、私の挨拶をさせていただきます。どうもありがとうございました。先生、
令和6年4月20日選手代表佐賀県立佐賀北高等学校野球部主将